はい、皆さんこんにちは、こんばんは、またまたにガシャポンのコーナーがやってきました。ということで今日ねご紹介するのはパトロール中というやつなんですけども、全6種類。まずね早速ねこれラインナップからご紹介していきたいと思います。はい、パトロール中ということで、なんかねこの民間のね駐車違反取り締まりのねパトロール員がなんかこうやってるような感じのフィギュアになっております。まあ大きくね2種類あって、こうベスト着てる人と、ベスト着てないタイプ、ね、こう大きく2種類あるんですけども、それぞれにねいろいろ撮影中の人とかね登録中の人、それからね移動中の人というこの3種類が、大きくベスト着てるバージョン、ベスト着てないバージョンということで全6種類になっております。今日はねこのうちの2種類ねご紹介していきたいと思います。まずはねこの移動中の人ベストなしバージョンでございますね。はい、こんな感じでね、もうおっさんが移動中なんでね普通にこうあね車を移動するねちょっと前の感じの、こんなね誘導員みたいな感じです。ちゃんとねこう取り締まり用のねこう腕章でしたっけ、腕章もしておりますね。こんな感じで非常にねこれなんかシュールな地味なね、キャラクターに仕上がっております。はい、もう一つはねこうベストを着てるタイプの登録中のおじさんでございます。こんな感じでね駐車違反のね車を今ねこう端末にねいろいろねこう登録をしている最中の、まあこういったねおじさんのキャラクターでございますね。よくねこう街で見かけますよね、駐車違反の取り締まりね。はい、こんな感じで。ということで、ね、パトロール中ね全6種類のうち2種類この登録中のおじさんと移動中のおじさん、本当はねあのカメラで撮影してるね撮影中のおじさんね欲しかったんですよ。ちょっとね出てきませんでした。はい、実はねこれ何個かねダブってるんですけどね、こうちょっとねまたあの機会があってやるチャンスがあったらちょっとやりたいと思います。なぜこれ1個200円でね結構これ何回もやると結構ねバカ高くになっちゃうんでね、もうちょっとあの続いちゃうとちょっとやめた方がいいかなということでね今回やってないんですけども、撮影中ねぜひともねゲットしたいと思います。なかなかね面白いねキャラクターになってますんで、ちょっとねミニカーとかねああいうところのこうそばに置いておくとなんか臨場感出ていいんじゃないでしょうか。興味ある方ちょっとねやってみてください。それじゃあ